どうもこんにちは、モンブランです。これまでね、いろいろな改造をしてきました。この富士通ライフブック A561/D なんですけども、今回はね、なんとこちらフル HD のね、液晶パネルをね、入手しました。なかなかね、適合するものが見つけられなかったんですけど、データシートでね、ピンアサインの信号を拾ってみたところ、この LG のね、パネルがね、適合しそうな感じだったので買ってみました。これをつけてさらなる高解像度化をね、狙ってみたいと思います。きちんとね、動作するかね、ちょっと今からね、ワクワクします。これが今回ね、チェックした40ピンの信号ですね。同じ40ピンのコネクタ使ってても、見る限りパネルによっては異なる信号をやり取りしてます。どこまで規格化されているのかちょっと不明なんですけれども、こういう風に信号がね、違うものをやり取りしてるんで、データシートをきちんと確認してね、同じ信号をやり取りしているものを探さなければ繋いだ瞬間に壊れるっていうこともありえます。パネルを探すときはこの信号の部分もかなり注意が必要だと思います。はいね、もうすっかりこの機種ね、分解に慣れてしまって、あっという間にね、交換ができました。これでね、ちゃんと認識するかどうか見てみたいと思います。あ、来ました。正しくね、BIOS 画面表示されましたよ。いや、これすごいんじゃないですか？とうとうですね、私のジャンクノートパソコンもフル HD になりました。フル HD です。Windows 上でもね、ちゃんと1920×1080 で認識してますね。やりましたよ、やりました。ちゃんとね、適合しましたね。なんか LVSD のね、フル HD の液晶パネル調べてみたんですけど、まあピンアサインがね、たまに違うやつがいて、なかなか適合するものがすぐ見つからなかったんですけど、まあ探したらね、なんとか見つかりました。なので LVDS のちょっと古いノートパソコン改造するときね、ピンアサインをきちんと調べてからね、発注した方がいいと思います。無事ね、私のね、ノートパソコンがね、1920×1080、フル HD になりましたよ。これでね、動画なんかもね、高精細で見れてね、非常にこれ美しいんじゃないですか。これ満足ですね、大満足です。じゃあ今回ね、この適合したパネルとね、必要だったハーネスの品番、こちら、出しておきます。はい、ということでね、今回は私のノートパソコン富士通ライフブック A561/D のですね、フル HD 化ということで、無事にね、フル HD にすることができました。じゃあ最後までね、ご視聴ありがとうございました。それじゃあまたなー。